動画をご視聴の皆様こんにちは。日産 YouTube チャンネル案内人の M です。本日もこちらの車ですね、日産の新しいクロスオーバー EV のアリアです。 100% 電気自動車の SUV ですね。で、今日はこちらのアリアで何をするかと言いますと、ちょっと遠出をします。先日も遠出はしたんですけれど、遠出とは言っても往復160キロぐらいの道のりでした。今日はその2倍いきます。300キロ超え、まあ、320キロぐらいですね。このおよそ320キロの道中の中で、このアリアがどのくらいの電費で走るのか、そして皆さんも気になると思います、バッテリー残量はどのくらい減るのかということでですね、今日はこちらのアリア充電容量 100% にしてまいりました。この 100% の残量からどのくらい減るんでしょうか。今日の道中ですね、大部分の区間を高速道路を使って走ってまいります。ですので高速道路メインの電費計測、そして航続距離、こういったところを詳しくチェックしていきたいと思いますので、今回もどうぞお付き合いください。それでは行ってみましょう。はい、で出発の前にですね、こちらのアリア簡単にご紹介します。こちらアリアのグレードが B6 のニックですね。B6 ということで66キロワットアワー、バッテリー容量がこちらのアリアは B6 と B9、66キロワットアワーと91キロワットアワーの2モデルがあるんですが、こちら容量が少ない方で、今ですね出荷が始まっているのがこの B6 の肉のモデルのみとなっております。今後 B9 そして4駆の E-Force 控えておりますが、こちらもうしばらくお待ちいただければと思います。でこちらのアリア、ボディカラーがディープオーシャンブルーとミッドナイトブラックの2トーンですね。当チャンネルでちゃんとこのボディカラー紹介するの初めてかなと思います。はい、先日の市場ではミッドナイトブラックのワントーンモデルだったんですが、こちらは下の部分そしてルーフの部分それぞれで色の分かれる2トーン仕様ですね。でこのディープオーシャンブルーという色も深みのある、結構ですね肉眼で見ても黒みの強い青なんですね。光が当たったところは鮮やかなこの青色で、ちょっと影になっている部分はぐっと深みが増す、まさにディープオーシャンなカラーとなっているのかなと思います。これもアリアのイメージにやっぱりマッチングいいですね。ツートンモデルということで、このルーフの部分が、はい、色がブラックになっています。一応ですね、このボンネットフードからこのサイドのラインとのこの境目ですね、センターピラーからずっとブラック、そしてルーフ自体もブラックとなっております。はい、リアから見るとこんな感じですね。ミッドナイトブラックのワントーンモデルの時にはちょっと分かりづらかったんですけど、このアリア、はい、下の部分バンパーのこの下部の部分は統一してブラックですね。そしてですね、タイヤの周りのフェンダー部分もブラックのガーニッシュが採用されておりまして、サイドアンダーカバーもブラックという感じで、なのでこの2トン仕様、こう真横から見るとですね、メインのボディカラーが真ん中にあって、その上下をブラックで挟まれている、そういうイメージのデザインとなっております。加えて2トン仕様はこちらのドアミラーカバーもブラックになっていますね。はい、それではスタートしていきたいと思います。プラスバッテリーの消費量を計測していきたいので、またこちらのドライブコンピューターですね、こちらドライブ情報の1と2と充電後情報とあるんですが、こちらドライブ情報の1と2を全項目リセットしてまいります。こちらのドライブコンピューターですね、こちらドライブ情報の1と2と充電後情報とあるんですが、こちらドライブ情報の1と2を全項目リセットしてまいります。はい、こちらで1と2がリセットされましたね。はい、で今日はですね、ちょっと Android スマートフォンを接続しまして、今ですねこのナビと有線で Android の場合は Android Auto が対応しております。はい、こちらですね、このセンターコンソールの下部に USB のポート Type-C と通常のものとありますので、ここと有線で、はい、Android のスマートフォンを接続しております。でそうすることによって自動的に Android Auto が開始されまして、はい、こちらに Android Auto のマークが出てるんですね。でこちら Android のスマートフォン接続を外しますと、はい、自動的に
これ切り替わります。つなぐと Android Auto が開始するようになってますね。ここはボタン変わって、地図も今こちら Google マップの地図が表示されています。ということで今回は通常のナビの方でももちろんルートガイドできるんですが、 Android Auto を使って試していってみたいなと思います。では早速ですね、目的地の設定をしましょうか。今日300キロ以上走行するということでですね、福島県の松川浦、相馬市にあります松川浦から、行きたいなと思います。なので今こちら現在地なんですが、はい、ここの松川浦にまず向かって、そこからどんどん南下しまして、はい、福島県いわき市の方に参ります。でそこからずっと、はい、郡山方面経由して再び福島地に戻ってくるというそういうぐるっと大回りをするルートですね。でこちら Android を接続しているということで、ボタン一つで松川浦までルートガイド、はい、ということで、もう音声入力ですぐに反応しますね。松川浦までのルートガイドをこちらで設定することができるようになっております。ではこのまま、そうですね、こちらで行きましょうか。ということでもう自動的に始まりますので、ではちょっとスタートしてみましょう。はい、改めまして本日乗っている車、アリアの B6 66kWh のモデルということで、カタログ上の走行距離、一充電での航続距離がですね470キロと記載されています。でこちら WLTC モードで計測などを行っておりますので、この470キロという数字、結構現実的な距離感になっているのかなとは思うんですが、これはもちろんその時々の走行状況、そして気温などによっても左右されます。でちなみに今日はですね、ただいまメーター上の温度計で15度を指しております。外気温15度とは言っても、どうしても日差しが入って車内温度は暑くなってしまうので、一応エアコンの温度設定は今24度で走行していますね。ごくごく弱い風というよりはちょっと力のある風量で今回っています。これはあとだんだん落ち着いてくるかなと思うんですけれども、そんな中でメーターに今表示されている航続距離が397キロ、まあこの感じでいけば今日の工程は全く問題なくいけるかなと思うんですけれど、ただし今日走行する区間、ほとんどの区間が高速道路ということで、この電気自動車、どうしても高速道路の消費電費っていうのは上がってしまいがちなんですよね。でこれ2つ理由があります。1つはそもそも高いスピードを維持するためには結構電力を消費する、でモーターを高回転で回し続けなければいけないので、電力消費量がどうしても大きくなります。なおかつ高速道路では回生ブレーキによる発電量がかなり少なくなります。回生ブレーキというのは、このモーターが通常であればモーターに電気をかけて回しているんですけれど、逆に減速する際のこの力を利用して発電を行うというものですね。で電気自動車や e パワーの車はみんなこの回生ブレーキを利用して走行時、加速時には電気を使う、逆に減速時には発電を行う、そういう動作を繰り返しています。ただし高速道路はこの減速のシーンが少ないので、その分やはり航続距離が落ちてしまいがちということなんですね。ということでこの航続可能距離、今まだ市街地走行しておりますけれど、高速道路に乗っていくと徐々に減って、だいぶ減ってくるんじゃないかなと予想はしています。はい、市街地から今郊外の方に入ってきてしばらく走りました。でこの先で両線インターチェンジで無料の高速道路の区間ですね、こちらに入っていきます。アリアのこの静粛性能とかっていうのは、まあ、前回の試乗でも思う存分楽しんだんですけれど、まあ、相変わらずですね。で今走っている道路も決してすごい滑らかな路面というわけではなく、ちょっとざらついたところを走ってるんですけれど、ロードノイズっていうのはほとんど感じませんね。聞こえてくるのはエアコンの風の音ぐらいで、そうですね、若干こうさらに荒れた路面走るとガーッゴーッと音は聞こえてくるんですけど、それでもこう極端に気になるような音にはならないです。このアリアの試乗のたびに言ってしまうんですけど、隣をすれ違う車の音もすごく少ない、全く聞こえないわけではないんですけれど、かなり抑えられているんですよね。この辺りがすごく
乗っていて快適なんですよ。例えば目をつぶっていたら動いてるのか動いていないのかすぐにはわからないぐらいのそんなノイズなんですよね。でここまでの間ちょっと上りの区間とかが続いていたので平均燃費はそれほど伸びなかったなという印象です。ちょっともう少しでインターチェンジ入りますので、まあ、その手前のタイミングでここまでの走行距離と平均燃費ご報告したいと思います。ここまでですね今スタンダードモードで走ってきました。こちらのアリア走行モードがスポーツ、スタンダード、そしてエコの3つのモードがあります。でエコモードやスポーツモードに切り替えていても一旦電源を止めて再度つけると自動的にスタンダードモードに戻るようになっています。まあ、あえてここから高速道路に乗るんですけどエコに切り替えてみました。まあ、前回ですねエコモードでの高速道路の合流加速とかも試しませんでしたのでここでやっていきたいと思います。ではここまでの平均燃費ですね、走行距離が 16.9 キロ、平均燃費が1キロワットアワーあたり 6.0 キロで走行してきました。そしてバッテリー消費が 97%、 3% 使用しましたね。はい、それではエコモードの加速を試します。しっかりブレーキを踏んだ時と同様の減速感を出してくれます。ステアリング支援と速度支援を有効にして走っていくことができるというプロパイロット 2.0 の機能も使うことができるようになっています。